皆さんこんばんは。ブレイブハーツゲーミングアリーナブレイクアウト公式クリエイターブラッド大佐のアリブレ配信のお時間です。さあ始まりました。始まっております。第3節ワルキューレカップ、テレビ局通常の、本日の後半戦を行っていきたいと思います。ロータスブラックの皆さんこんばんは。こんばんは。さあ頑張ろうぜ。今日は高木がこうスマートでしたね。うん、もうなんかめっちゃ長かったイメージだった。長いよ。今も長かったよ。あ、まあ、あの日本公式 AB クそう AB クリエイターズを言ってないから。ああ、そういうことです。そうそこはあったかもしれない。そう、ちゃんと配信できてるかな。おお、翔くんありがとう。頑張るよ。配信できてるっぽい。できてる。ちょっと待ってね。配信ができているのかを。うん。いやー、翔くんが頑張れたいさーって言ってるの。ありがとう。さあ、今日は出しちゃうぞ。マジ目標最低300万レート行きたい。頑張ろうぜ。よし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 。それではまあ、行っちゃいましょうか。大丈夫みんな、忘れ物ない？はい。はい。よし。しゃあ。これごとリポストします。Thank you。 今ちゃんちさんのところもやってるみたいだからな。バッティングが J1C もやってるっぽいしな。あ、楽しみやな。あ、装備大丈夫。早い。やばいっすね、この速さ。うん、早いの怖い。これ行く気ないっしょ、行く気ないよね。野村行くぞ。恐れるとこ流れ入るしかね、うん、上おるかな。俺の援護来れる誰か。もう行くよ。ボットの弾引いてきてほしい。引けるかな。はい、引きます。あの、あれだけでいいよ、マガジンだけでいい。はい、武器に刺ってるマガジンも忘れなく。そう、くっそ赤品なし。もう一人来い。マジ来い。マジ来い。来い。さあ、この
この金庫は時矢くん取っていい。時矢くん中入っていいよ。はい、行きます。うん、と信長も開けろ。うん、鍵小屋開けちゃおうかな。ドア閉め、閉めます。閉める閉める、はい、早くおいで。キノコジ行きます。一緒でいいですか。一緒がいい、一緒がいい、金と一緒がいい。了解。おー、416のフルカツだったわ。よっしゃ。あそこが来てない？代理のところでしょ。うん、今のとこおとなしで。来るよ。了解。来る来る。走ってきました。とにかく銃声が鳴り始めたら乱戦。さあ来た来た。トーレスを斜め撃ちから撃たれる可能性もあるから気をつけてな。はい。ちょっと君撃ちポイントである。来た来た来た、扉前。あ、相手イングレ食らったわ、モロに。信長の？信長が食らった？違う、相手の食らってる。オッケー。イングレ、ミスった。グレー飛んでくるぞ。トーレスさ、それの上に乗って、上の上に乗ってドア閉めれるんよ。うん。あ、重いのか。登れない。本当は登れるんやけどな。何で登れるんだろう。修正でも入りましたか。どうだろう。定位置戻ります。うん。
オトバグ。うん、イングレ。1枚あり。オッケー。1枚2枚あり、2枚あり、2枚あり、3枚あり、3枚あり、3枚あり。4枚あり、終わり、全部あり。オッケー。はい、3枚抜き、気持ちいい。ラス1は多分俺がやったんかな、わからんけど一番奥の、どうする、その目的はちょっと奥に、ちょ待って、はい、俺とりあえず音聞く、うわ配信中ですよね、配信中、うん俺なんか成長してるな俺、はい、そのドックドックめっちゃ見たい、とりあえずさ、とりあえず全部あの引いて中入って、そしたら俺もそっち行くけん、今音聞いてるけん、とりあえず回収、とりあえず回収、うん、で、直輔くんは大が、ちょっと待って、走ってくる大概それ大概、それ気をつけた方がいい、トレーさん、それ壁抜きされる、それ左から、ドア貫通、こっち、OKOK、うん、ここら辺から落とした、漁夫乗りだな、これ完全に、高そうなやつだけ取ってくる、一応1枚分は全部取った、345足音、足音的にはまだ大概ドア開いてない、それまだ結構遠く、ここドアは開いてない、早めに回収したいな、あー3枚抜き気持ちよすぎる、やばいねこれは、危ないが死なないようにね、いや本当にもうアーマーボコボコ、もアーマーもう 9.8 しかない、カイさんワンチャン裏回ってきてる可能性もある、それ、いやまだ音を聞く必要性があったんだけど、あーちょっと銃とかだけ取りに来た方がいい、了解、誰が誰の銃かわからん、ごめん、一体どれを取る、とりあえず銃とマガジンだけ取ってきた、ノイズ図書館がノイズ、あ、ボト銃とマガジンだけ取ってきた、一人はトーレスさんが倒してますね、そのマガジンが、銃とマガジンがないやつを今とりあえず持ってきたから、うわー、わあ、すげえ。取れた？いや、なんか武器ほとんどなかった。あ、けど、あれがあったろ？ AR50 があったろ？あ、AR50。取り入ってきていいですか、俺も。いや、取り入っていいよ。とりあえず俺、銃全部そこ置いてる。俺。来た？なんか来たよ。取り入ってきていいよ、トーレス、もうでも全部取ってきたでしょ、いや、全部取ってない、高いところだけ取ってきた、二人で取ってきていいか、赤レーザーでやつ、どれだろう、多分俺これかな、整理する、一応閉めるわ一回、うん、はい、とりあえずそのファルの弾とか見てない、何が入っとったかとかは、あーえぐい、めっちゃ持ってきた、オッケー、これはじゃあ40万ポイントとあれやな、あと赤品が1個でも出ればいいのにな、うん、赤品入ってなかったっしょ、赤品はなかったかな、あともうワンパー潰せればかなりあるんじゃないか、うん、結構いける、
して80万ポイントとその物資回収すれば。ごめんね、ドクタグちょっと配信上ちょっと見たくなかったから。あ、大丈夫大丈夫、全部回収してる。ドクタグは当列が通したやつを当列が回収できた。大丈夫だった？あ、取りましたよ。ただ、うん、そこまで美味しくない AR57 っすね。うん、相手はレジェンド隊ですね、全員。うん、レジェンド。これ信長さ、あのフルカツの416ゲットしとったの、はい、あれ時役にあげたら。あ、そうですね。うん、あのマガジン、あ、ちょっと待って、マガジン一回外すわ、ちょっと。うん、 M4 の代わり416使ってたから。ああ、どうぞどうぞ。落としていってる。それ分け前であげとったら。はい、うん、とりあえずまだもうワンパ潰したらあれだからね、かなり。またうちこのご飯系つくとかいいっすよ。そうだね、アーマーが、アーマー4層やったから。いや、イングレ痛いな、あれやばかったわ。どうした、時矢くん？ん？いや、あそこ、音聞いとくのがめっちゃ重要よ。はい。416拾ったよね。何しようか、出した。はい、もらってます。あの、落としてる、落としてる。拾った？はい、拾いました。スイッチが開いた。開いたね。あ、ごめんなさい。416、ごめんなさい。拾ったやつ、どこでしたっけ、落としたの。下に落ちてるはず。マジ？こっちの方、こっちの方、こっちの方。下に落ちてるはずね。了解。たまにバグで映らんときあるよ。いや、マジで映ってない。あれ、嘘。まあ、一回拾って、また違うところに置いてったらいい。了解。あ、そう、ね、あ、出た出た、はい、映らん時あるけんね、マジですね。うわ、気持ちいい。レジェンド3人、気持ちいい。帰ったかな。周りのボットを買っていくのも結構稼ぎになるけんな。うん、うん、ちょっと待って、整理にめっちゃ時間かかる、これ多分。ないよ、とんでもないほどかかるかも。全然分け前もらうよ、なんか余ったら。余ったら、うん。あ、まあけど時矢くんに先に渡すけど。お、まだおるね。まだおるね。あともうワンパシ分けたらだいぶいい。今回ちゃんと青注射持ってきてるんで大丈夫ですよ。ナイス。
ウハウハ言ってんの俺ね。オッケー、了解です、了解です。サボットを買って帰りたいよね。けどワンパまだおったもんな。ワンパ、多分総合事務所側の方やろな。か、あ、そうです、音的にね。えでプラス3番が空いてる。うん、3番から帰ったんじゃないかなとは思うんだよね。うんですね。うん、一応なんか340、335から遠くに走っていこうとはしてたんで、帰った可能性はなきにしもあらずです。うん、80キロ重いねこれね。ん、345スカブな気がする、それは。うん、上がれなくない？いや、いる場所が限られてるから、スカブの大体の場所は、まあ、それ多分上がれなくないっていうか、ここの天井が大佐邪魔して上がれないっすよ。上がれなくなったね。いや、前上がれたんよ。だけどね、そこで扉が閉めれたんよね。ドアマン。ナイスドアマン。ドアマン、ドアマンポジションなんですよ。そう。人間か？いや、わかんないな。いや、スカブっぽいんだよな。多分ボットだと思う。右はスカブだね。マガジンこれいらないの、弾だけ抜いてマガジン捨てちゃおう。62ですね。OK。で、俺がマガジンは一応回収しとくけど、俺もなんかもっと高いやつがあったらそれ捨てるわ。おい。最終的にいらんものを俺が拾うぜ。ここも全部いらんやつ、基本的には。ここはもう持てないですね。終わった。あ、鎮痛だけちょっと。いいよ。おう、できてることか。ちょっとアーマーまずいな、ちょっとアーマーがやばいかも。アーマーなんなん。ヤーマーは926のやつと、なんか5層のなんか茶色いヘルメット。はいはいはい。人間か？いや、わかんないなこれ。やっぱ416強いよこれ。確かに確実に416の強いね。けどな、もっとこれやっぱボット倒しに行ったら死ぬかな。倒しに行きたいけどね。ね、まあ、死ぬのはまあキルポがある人かな。一人、いや、死なないことが大前提だけど、死ぬとしたら一人まで。そうだね。バグってここのアイテムが全部拾えない俺なんて知らんけど。え？バグって。なんも出ない。あのさっきまで出てたんだけど、あのあれが出なくなっちゃった。あ、じゃあ一回。あー、出た。13分です。上？
どうする？一応今のでもう40万でしょ。で、大体装備とかも含めて100万でしょ。うん。もうちょっと行きたいかな。もうちょっと行きたいよな。エレベーターが残ってますね。エレベーターも残ってるから、まだいると思っててもいいし。二騒ぎが減ってるから。そうやな。ってぐらい。で、事務所側もまだわかんない。いるかわかんないし。そうだね。そうね。どうした？あ、大丈夫です。ごめん。わあ。なんかノイズ入ったね。あれさ、うん？自分たちの声って入ってるんですか？入ってるよ。了解了解。めっちゃ言いたいことがある。うん、なんか言っちゃいけないことを言いたそうやね。11分です。されたいっすね、と思って。うーん、借りたいね。うん、引き出し、引き出し関係はもうこの辺全部見たんすかね。見たね。いや、どうする。うん、帰る、帰る。まあ、帰るとしても結構ギリで、ギリがありのが良くない？うん、今発砲すると15ノイズ。うん、多分ボット今ね、2択あるんよ。敵がいないと思ってあのボット狩りしに行ってボットの弾を回収して上積み取るっていうプランと、うん、まあここでやっぱりまあとりあえずまあ2分ぐらいまで耐えて、もう今のこの成績で安牌で帰るか。いやでもこれだったらなんか今日のその4時あたりの時みたいなやつだったらやつの方が多分上な気がする。あ、本当。うん、じゃあとりあえずボットを漁っていくか。そのなんか荷物をあんまり持ってない人がとりあえずボットを倒してボットの弾を回収していく。自分は今73キロ。わかる、もうパツパツやもんね。もう限界まで圧縮して全然余裕。カバンとか漁ってないとこ見よう。そうだな。俺54キロ。俺44キロ。同じくそれぐらい。ちょっと増えてる。75キロぐらい。75キロ。よーし、じゃあボット買っていくかな。けどボットを買っちゃうと銃声が鳴るから最後あの何やろ、出待ち食らう可能性あるけん、信長小道で一番、あの小道の一番なんだ出口側、うん、なんつったらいいっけ、あの台替え、台替えの方を意識してそこにおるだけでいいよ。俺とトーレスたちはこのままぐるっと図書館方面。了解。うん、行くよ。ちょっとお待ちいただいてもいいですか。
で、ゴミ漁りだとしてちょっと待って、まだマガジンがあるから、マガジン拾えとらんから、マガジンが拾えてない。とりあえず前行って、俺が漁ってる時前にまだ死体がある。前見ていいですか？前見ていい。で、前見て、見てる最中俺がまた警戒する。タイマーを、あ、もうトキヤ君もどちらかというとあれかも、はい、信長と同じ方向っていいかもしれない。了解です。残り7分です。で、常にタイマーを、うん。タイマー残り6分です。オッケー。長さんに合流します。うん。俺とトーレスはそのまま図書館まで行かんけど、そっち方面に行きながらボットの死体から弾を回収していこう。またノイズ。スニークがいいですか？スニークがいい。図書館がこ、嫌 やな。あそこドア閉めてえな。こっちね、いるとね、グレ投げ込まれたときにね、突っかかる。5分なんで鎮痛のどっていいと思うんですよ。5分鎮痛、これチェックする。すごいね、全部 A1 やん。まあ当たり前やけど。2枚、ボットやね。気持ち悪い。残り4分です。オッケー。赤と青をもう打っとっていいと思う。赤、青、緑全部打ってます。あ、いや、俺も今10分で合計2回打って普通歩きしよう。時間4分残り4分です。4分切った、切りました。 OK、 音聞いといてね。そのノイズは、うん、スカブだと思います。よし、わからん。
中央。あさっていいっすか、この辺。あさっていい、あさっていい。あの、もうた弾狙ったがいい、一発で。3分切ります。はい、これ投げてきた。ボット、ボットが反応した。残り何分？3分切ってます。もうこ細かく説明、こ細かくカウントして。了解です。いや、30秒ごとに。大丈夫？ここまで行ってたと思う。大丈夫です。ここに2分なので。います？ね、今何分？残り2分20。死んだ俺。いるわ。右右、俺から見て右。いるいるいる。図書館に俺。図書館の奥ですね。残り2分です。帰る。真横から誰だ。奥いる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 。やったかもやったかも。やったかも。一枚やったかも。うん。くそ。行くしかねえ。ノイズノイズ10番10方面ノイズ10。ああ多分声関係ない。大丈夫。多分 OKOK。 1分30切ります。出るなら出たとこいいんだ。ほら、マジか。まあ何も持ってなかったんでよかったっすけど。多分エアロゾン。あ、最後一枚やっぱ落としてるわ。本当。うん、あの全員レジェンド。俺もとりあえず今なんかいろいろ漁ってきたじゃん。あのなんか弾集めたじゃん、うん、それで一応22までは来た。ちょっと待って、これさっき写真撮り損ねた。これ上の矢印で戻れるっけ。ん、あ、戻れたね。 OKOK。 共有のやつですね。そうで、詳細で詳細撮って、すまんトレス。と40、70万、だいたい70万ぐらい。なんで80万。変えれとけばプラス30万やったですね。なるほど。今信長が4キル。4キル。うん。あ、俺は戦闘員、俺は単純に22万で、信長が70万。そっか、70万トーレスが生きとけば140万ぐらいやったって感じか。いや、あそこまでいんのあれやばいっすね。いや、やばいよ、うん、あれはもう人間じゃない、あれは。もののけや。だってさ、だって俺あそこで寝転がって拾ったんだよ、多分。階段のところぐらいから来たってこと？信長。うん、そう、絶対そう。そうやろ？俺階段の目の前で寝転がって、ぼっと拾ってたんだぜ。やばすぎるやろ、マジで。でも階段のまた真下あたりで多分、配動してたんじゃないかな、ずっと。
怖いわマジで怖いわ、トラウマになるわマジ。だけど全部頭部でやってるわレジェンド。そう、いやーちょっと参ったね。全くオート戦やったよ俺は。あさったからね俺が。トーレスさんキルポイント1ポイント入ってるから10万だとして、おう、まあ昨日より超えてるんじゃないですかね今回のやつの方がね。うん、これちょっとみんな写真提出してくれた方がいいかも。はい、うん、いやホラーやわ。ホラーっす。だって俺階段のところで寝転がって玉抜きしてたんだぜ。やばすぎんだろ。マジでやばいっす。うん。後でキルログが多分見れると思うから、そのキルログの画像も送ってくれるでしょ。はい、うん。大佐に投げとけばいいですか。うん、あの大会のラインでちょうだい。大会の、ああ、はい、うん、大会のラインで欲しい。恐怖やな。いや俺ほんと俺もちゃんとめっちゃ耳を澄ましてたんだぜ。なのに聞こえないのに嘘やろ。パニックになったもん俺、トーレスが発砲されてる音を聞いた時に意味がわからなかった。死ぬなら俺やろ先に多分。怖かったなあ、俺は。スポーツドリンク水分が
35しか回復せんけん、最近俺結構微妙だなと思ってんだよね。あ、マジですか。うん、やっぱりオレンジジュースですか。うん、やっぱオレンジジュース一択かな。大佐、うん、あのファルの中に61入ってた。おお、マジ危なかった。あれ怖いわこれ。もうやばかったやん。だから火力で押して勝てるつもりやったんやろな。そのもう、そう、防具がしょぼかったろうが。けど、もう火力で自信があったわけよ。もう、そんな防具なんかいらんみたいな。脳筋？いやいや、まあほら、打たせずに倒せば倒せるじゃん。だからそういうつもりなんじゃない？攻撃が最大の防御だったんですね。うん、そうそう。ということは、さっきのやつで。スポーツドリンクはスタミナが回復するんでありっちゃありっすよ。いや、知ってる知ってる。けど俺走りながら飲まないんだよね。それはただ俺のスタイルが、俺リグに入れてないのよいつも。それがあると思う。多分リグにスポーツドリンク入れてる人はね、走ってこうハーハーハーなってる時に飲んだら復活するからね。うん、それはいつも飲んでやってますね、飲んで。うん、ちょっと今俺モニター用の俺の iPhone がちょっと嫁さんが持ってったから、ちょっと誰かもしコメントが来てても見れないです、申し訳ない。よし、いやーさっきのけども、あいつも帰った方がいいよ、あんな時間までいるよりねえ。しばいたんでしょ。しばいた、しばいた、しばいたのがいいんじゃないですか。俺の多分100発ぐらい61入っとったんで、持って帰っとったら美味しかったです。うん、本当人間じゃない、あれやばいね、あんなところに入れるなんて。まあちょっと後で、ちょっと楽しみにしとくわ。LINE 見るの。感覚がおかしいと思う、あれはもう。あの時間のね、あのギリギリまでいるって怖えね。やばいね。エルギーなさそうです。わざわざやりに来なければね、俺たちが先帰って、あいつも帰れたかもしれないのにね。いやもう本当に。あれ戦闘するべきじゃないよ。もう。あれはもう三球なめの三球。うん、ああいう時はもうね、気づかない、気づくなーって、俺に気づくなーって思って、俺たちがこう帰るのを祈った方がいいよ。あれは戦ったら負けるよ、うん、ですね。その後さ、帰ろうか、で帰りますから、ね、うん、もうさっき俺ら帰ろうとしてたからね。仁義なき戦いよ、仁義なき戦い。仁義なき、はいはい、あ、行くよ。ちゃんとあるだな。なんか俺、めっちゃ嫁さんが作ったうまそうなご飯の匂いがする。やばい。それで死にそう俺。飯を。これさん、バッグですか、これ。ん？バッグ。ああ、バッグ。これ。このバッグに入れて作ってる。でも、距離よく俺、あのバッグの方がいいと思ったんだよ。
な926なんかちっちゃくない？ちっちゃい気がする。926ちっちゃい気がする。俺いつも持っていってるロングタイプの方がいい気がする。チャップマンですっけ。うん、俺一番好きなんだけどチャップマンが。なんか926武器っちょに入るというか入らんというか、うん、前まで926は好きだったけどまあそれが一番軽いよね。軽くてまあまあ入るからいいんじゃないってやつ、ね、いやこれが一番入るね。このあのこれがこの一番でかいリュック一番軽いんよ。あこれ一番いいよ本当に。軽いしね。これが最強。最強遠足バック登山バックか。登山バック登山よね。それ俺そいつも入れるの苦手なよねなんかだけ俺いつもチャップマンになるよ。入れ方が苦手けどまた生きて帰ってきた ねその俺とトーレスはまあまあ死んでるけどあのちゃんと生きて帰ってきてるからよかった。またまあまあつっても昨日も1回ずつぐらいか。あ俺だけ2回死んだか。俺が2回死んで、あの最後のあの荷さばきと、そうそうそう、1分ぐらいの耐久の時、そうでトーレスが1回だけ死んだかな。そうそう最後のあのあそこね、あの最後の舞台裏でトーレスが1回だけ死んだろ、うん、俺も舞台裏でも死んだし荷さばきでも死んだけん昨日2回死んだもんな。まあ、死なないで、死なないが大事。無駄に広がるとなんか芋ってたりしますよね、たまに。ああ固まった方が気をつけないと。いやけど固まって、よし、おう上取りに行くぞ。遅く上取りに行くぞ。止まるんじゃねえぞ。最後締めてね、最後の人。はい、ドア回します。前まで行けるところまで行く。はい、ここで音ぶれはもう、これ時矢君こっち来て早く。はい、時矢君あのレコード入って、で信長を停止取って、レコードはい、でトーレスもあのあそこの螺旋見張ってます。とにかくミーティング入って、螺旋来る。トーレス今どこ？あれ後ろっすよ。トーレス俺こっちにおらないか。反対ね、これ中入ります。うん、入ってから音聞いとって。はい、とりあえずそこ行くか。良くないかな、ボットに反応されてる。そこ位置が良くないかも。プレイヤーが
そうです、ここ。こっちの方。やばい、来るプレイヤーが。いいや。トレさんそこダメだよ、そこ弱いからね。下から撃たれる、トーレス。そこ下から撃たれる。トレさん、青ピンに張り付いた方がいい、これ。青ピン？青ピン。階段の方の壁際。その、出て、右側行ってもらって。くそ。下の扉がさ、ボットによって開けられちゃったんだよ。くっそ、このボットやめろマジ。あ？一番自分多分結構行ってるから。何が？場所、敵の場所とか。いや、そっちはそっちでマジ重要なんだよ。こっち塞ぐのは俺が一番うまいはず。あーもうこれやめろマジ。ずっとこれ下さばかんでいい、殺さんでいい。いやもうね、下に来てんだよトーレス。もう下に来てる敵、プレイヤーが。そこの扉のとこっすか？扉に入ろうとしてるわけよ、もう。ノイズがあるよね。ありますね。ほら、言ってる。これさ、青ピン側からの車線気をつけてください。え、なにこいつ。クソが、いきなり湧いてくんな。マジ最悪。いきなりなんか変なボットが入ってきて。くっそ、これやばいな。壊れる、引かされる。くっそが。やっちゃダメっすか？誰か扉開けた？扉開けました、誰か。下やれ、やっていいよ。いや、多分打ち上げの方が強いよ。大丈夫？あ、そっちね。下いる気がする、これ。扉開いた、落としました。このレコストの下にね、トイレがあるんだよね、その2つ。うわ。どっちか多分開いてる。敵が開けた。おった、やっぱり。うわ、危ねえ。クソボット。クソボットがドア開けた、ドアを閉めようとしてめちゃめちゃダメージ受けた。このスニーク王は1枚やった、1枚やった、1枚やった、1枚やった。ナイス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 。なんか一人多分ダウンから倒れました。あーつってたんで。リロードしますね。185。ナイスー。あ、1枚やったわ。ナイス。ね、スニークからのキルです。こっちワンパ来てる敵が。入られたー。入られた、2枚。え ?2 枚入られた。くっそ。入られた。来る。階段上がってきます。うん。こっち2枚入った、入ってきた。いや、俺の位置はもう多分敵にバレてるからな。
どうしよう。これは信長、一旦お前もカバーこっち来た方がいい。一枚入った。どうにか。やった？ナイス。ちょっと俺手術していいですか？あともう一枚。こっち入ってくるかも。信長多分2枚取ったはず。うん、1枚死んでる。ボットか。弾込めれないんで手術します。オッケー。けどまだもう1枚売るかもね。ちょっと。幽霊で死ぬんだけどこれ。マジうぜこのボットたち。信長、下の扉閉めに行こう、一緒に。行くよ、うん。で、そのボット2個弾を回収して。手術結構俺時間かかります。オッケーオッケー。ちょっとマジこれ芝居てくれんかな、目の前のやつ。ちょっとね、まだ芝居けん、うん、ちょっとあれが欲しい。これでいいや。いいっていいって、焦らんでいいって。今この位置キープできとけば。誰扉開けた？開けてない。開けてないよ。下開いとらんめだわ。誰か思いっきりドア開けたりしてる。階段側165から。えぐいこと聞いてた今。充電が。下に何かいるわ。スカブかな。ああ、下のやつはほっとこう。シールドがぶっ壊れた。信長とりあえず戻れる。それトーレスがやってるやつやろ。トーレスが多分終わったらあさるけん大丈夫。こっち定位置ついたけんトーレス大丈夫。ゆっくり時間かけていい。階段のところで自分一枚やってるんですよね。どっちの？え、こっちのレコースター横の。ああ。ないんじゃん。いるかもしんないし。ちょ、とりあえず待って、とりあえず待って、とりあえずトーレスが完全回復してから。はい、了解。なあ、ボットが入ったのか？また下のドア開けられたよ。ロボットがやばいっすね、こいつら。やばい。悪さの限度を超えてる。うん。とりあえずマガジンだけ拾っちゃおうかな。またドア閉めてくる。株もたくさんいるから、あれだな、敵がどこにいるかすぐ分かるっていうのが利点。うん。
一応ね、帰らせる。肉ダメがめっちゃ痛かった。うん、アーマーとか全然俺削れてないし。動きます。オッケー。ボットじゃない俺がやったの。やっちゃった。これやこれや。ヘルメットかぶってなかった。多分そこのドア開けたら遠くから撃ってきたスナイパーがおるっちゃうな。狙撃じゃない今の音ですかね。遅そうだけどやらないかな。あ、けど一応積んどいたがいいで。一応Lay down your weapon or die here. うん、うん、あ、本当に何もいらないか。銃は何だったんですか。銃もね、しょぼかったよ、俺の方も。とりあえず A1 4スタック、5スタックぐらい。よし、そこ最初に俺が倒したボットたちも全部漁った、全部漁った。オッケーオッケーオッケー。ごめんと、俺それ漁りが終わったら、おやべやべやばいやばい。うわ、食らった、超食らった。ガチでボットがキモいんだよ。超食らった、ガチの。あのボスのやつマジうぜ。うーわ、4箇所エシした。いっぺんにやーばやっばマジか。やーばやばいってやばいって。いやもうここ青ピンの方の射線はもうほんと出ない方がいいですから。こっちからも狙撃されるし、そうここからもされるし、なんならもう俺気づかなかったらここからもされてたし。そうよ、とりあえずそこはほんと顔出さんほうがいいよ。で、あとこの周りもあのしゃがんだり伏せていかないと下からめっちゃ落ちにされるし。そう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 、セットアップもドア開いてたら博物館側を持たれるし。やばい、敵が来る。下もね、とりあえず俺がいつもの定位置についたほうがいい。グレード上げられるんですよね。けどそこ結局階段入れるとめっちゃヤバくなるんよ。めんどくさいですね、のちのちが。うん、来そう来そう来た。もうここ頭1個だけ打たれるんで、ドアだけ見てるのがいいですか。見るなら。ここにおる。ここもここ大佐、これ下ドア閉まってるんですよね、これ。閉まってる。オッケー。だったらもうドア。残り17分です。これここでいいんですか？うん、それで1階から入ろうとしてくるやつをやってくれれば。あ、ちょっと離れた。
今ちょっとここら辺かこっちかの方に行った。マジボットの丸グレで4エシえぐいな。強烈にそこ任せて信長のカバーに行ってその階段下の1個あさろうか。に行こうかな。援護に来た俺の盾が砕け散ったこの歩いて焦りって大丈夫ですか。これもとりあえず俺は信長の位置に行けばいいかな。いや多分行ってもあれだ。どっちがいい。俺は時矢君側。どうする？どうしようかな。そこから隙間見てもらって、ここから。そこ。わかった。そこ何？左ピークで隙間あんの？ん？左ピークで隙間あんのそこ。見える。わかった。いいよ。じゃあそれで。行ってきます。やれてるよね。びっくりした。この左の隙間ってめっちゃ狭いで。弾通るけど見える範囲が狭すぎる。残り13分です。はい。俺そういうポジいろんなところ知ってますよね。うん、けど。角度が狭い。自分は隙間男って言われてます。それは言い方を変えればただの覗きまでは。今プレイヤーは3キル。ちょっと中漁ってていいですか。いいよ。まあぼちぼちなのかな。どうします。ちょっと今考えてる。これ12分です。どっかドア開けた。はい、私が開けました。
うしようかな。で帰るか。うわ、まあただボットはさ弾持ってるからさ、ボットは美味しいじゃん。はい、そのなんか変なのあさりに行く行為をするぐらいならボット倒してボットの弾持って帰った方が確実に利益になるんだよね。職者のボスはただやってますか。やった？はい、あさりたいっす。そこから飛び降りて、あの、え？誰？何？夫です。OK。そこから飛び降りると戻れないけど、あの地下には行けるよ。中央ですか。そう中央にそこから飛び降りることはできるんだけど戻れないっていうねで降りたらノイズは出さん方がいいかな。周りから気づかれるとやっぱ撃ち落とし食らうけね。残り9分です。オッケー。けどまあ、うん。ジャンピングチャンスで中央に行くのもありっちゃありやけど。怖え、ここ。絶対置かれとるやん。ここ怖すぎ。俺やったら置きますもん。そうやろ。あ。あ、もう今降りた？カラフルなおじさんをやってる。降りた？誰も降りてないよ。まだ降りてないね。降りてない、まだ。残り8分で。帰るなら、どこから帰るんですか？それも悩み中、今。荷さばきが祈ってたら。1枚いるんだよ、多分。下でさ、殺してる、あの、倒したボットが4体、3体ぐらいいるから、そこちょっと弾あさった方がいいよね。ですね。ドアらへんでしょ？そう。なんか赤いやつつけてるやつがあれがボスですかね。信長下の弾一緒に当たる？どっちにしろもう帰り道になるけんね。トキヤ君まだそこキープでいい。音聞いとって。はい。30秒。オッケー。6
突破30秒か。この歩きの音は何？それは分からない。それは分からない。どっち側？真下。真下スニークしてるような音する。これはいや、どうだろう、分かんない。自分がやったやつと、大佐たちがやったやつがドーパーだとしたらまだ1枚いるはず。どっかに6分切りました。 OK。 よーし、笹に行きますか。俺らがグレオジさんたちはちょっともう全部やってほしい。あの、前を切り開くけん、トキヤ君は走れるようにするけん、5分経ったタイミングで赤チューと青チューを打ったらいい。了解。これは多分当たったはず。ここ当たった。このなんか横のところにいそうやけん、敵あの、このこっちの部屋ね、240の部屋には一回プレイヤーが来たけんね。開けますよ。いいよ。興奮してます。一回奥まで行きますよ、自分。オッケー。真下いるわ。いや、いる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 、下下下下いる、下いる下いる下いる、ほんまや。真下おる、真下おる、俺の真下。やった？やってない。カバー欲しい。トレス、信長で持ってないと？持ってない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 。トレスカバー欲しい。ダウンしてる、けど大丈夫。下下下下っていうか逆の方から見る。音聞いとって、音聞いとって。よし、信長いいよ、ここでいいよ。どこへ？ほんまや、下おった。3分30秒。時矢君、こっち来ていい。了解、行きます。グレオレです。 OK、はい、ないグレ。これいいグレ。奥まで引いたの、これ。じゃあ奥まで引いたけど、俺らの帰り道がバトルになった。いるいるいる。3分15秒。うわー、えぐ。気づかなかった、あれ。てかくん、こっち来てる？はい、トレさんのとこにもうちょっとで着きます。オッケー。音聞いてる？はい、グレオレです。オッケー。はい、死にかけだ。どうしようか。いや、荷さばき、え、でもこれでこいつなんだ、多分最後の荷さばきに勝負しに行くかも。残り2分です。それしかなくない？自分はいいですよ。降りますよ、俺下。うん、そこから飛び降りていいよ、トーレス。相手完全に足打ちなんで、多分。うん、その円から飛び降りていいよ、大丈夫大丈夫。はい、僕も降ります。うん、引き殺そう。行きますよ。おう、1分40秒。左いるかな。
ドア閉めてるからここじゃね。奥開けるよ、奥開けるよ。いいよ。行こう。ドイツドイツ。どっからどっから？150。残り1分。グレ投げる、グレ投げる。え、クマ死にかけたわ。あっぶねー。いやー、信長信長が奥まで行ったけ、ぐっちゃって言ってたから、うん、あ、真下に大佐と信長が乗ったいと思ったら、うん、全然違うところに来たらいるから、いや、これ違う、うん、違う人だと。あっぶねー、ガチで俺が1キルの22万、自分も1キルの26万。通りで1キルはしてるはず。美味しくなかったんだよ。自分はキルポ含めて36万。俺が32万。27ポイントかな。ちゅうことは合計で100万いってるかいかないぐらいかな。勝ってことだね、うん、まあ今回は農家かな。農家やな、うん。いや、マジ危なかった。あれ下いんの気づかなかったわ。マジやばかったな。あれはやばいわ。マジ気づかなかった。やばかった、マジ。っていうかね、左から来たろ、多分そうだね、あの足音聞いたって言ってたから、そう、時矢くんが聞いたって言った方向から来たやな、たぶんあいつら、あいつ多分下通って言ってたんでしょうね。ああ、で完全に相手足打ちね。マジやばかった。てか自分自己蘇生買えないんですよね。なんかなんでお金ないから。あ、そっち。ああ、自己蘇生絶対持ってた方がいいよ。あの時あったな。うん、そうそう。したら、いちいち俺が起こす動作をしなくていいじゃん。それがめちゃ強いから、そう。それがめちゃ強いんよ。あの、買えるくね？買えんの？いや、お金がない。え、バンドルはもう向き終わったんすか？あ、バンドルがないか？あの、赤とかの。もらえるじゃん。バンドル？そう。あの、もらえるバンドルがあるで。そんなんあんの？赤ある、ある。ちょっと見てみ、バンドル。赤お金、ね、一番下にある。赤いやつやろ。そう、ケイラの購入から。うん、お金がない。いやいや、引き外します。はい、あの、あれ見て、バンドル引き換え券見て。まあ、一回も使ったことがないんなら絶対ある気がする。あー、使ってるわ。トークン買えばお金に換えれるよ。おー、トークン。あー、確かに。そういうことか。あ、そういうことだ。オッケーオッケー。そうだそうだ、ボストークンだよね。そうそう、ボストークンを積み替えば高いけど、ボストークン何と交換できるんだっけ。全部お金に引き換えれるから。フレット違うの、これか。あ、オッケー、変える、よっしゃ。いや、マジ、ああいう時マジ強いんよ、本当に。いや、本当にマジ。ノースとかでもあのスナイパーがちょっと怖くなくなりましたもん、これがあるから。おお、実際に抜かれてもあのスナイパーに隠れたら確かにね、即死じゃない限りいいもんね。そう、僕は詰めるまでに
あと敵にまだ仲間がいるって思わせれるからいいですよね。うん、仲間がいるダウンと見分けがつかないですね。危ねえ、ガチで。いや、危なかった。あれ、一人で行ってたら死んどった、俺、完全に。いや、もう死んでた。うん。間違いなく。死んでた。あいつ、賢明な判断で逃げたよね。こっちが二人で来たのが分かった、当件ね。ちゃんとしてますね。うん、引いたもん。で、多分もう、出待ちするか考えたけど、もう帰れ、ファイトするより帰った方がいいと判断もね。まあ、バイクヘルメットだったし。そうそうそう。戦ったら負ける。3人おったら嫌だ。戦ったら負ける。うん。帰らなきゃ。戦ったら負けちゃう。いや、ほんと危なかった、ガチで。マジでやばかった。いやー、フルセット使ったなー。なんか、爽快。フルセット使ったのは、それはそれでなんか気持ちいいね。あの、なんか、赤チューとか青チューとかを、なんかフルセット使ったら。そう。いや、あ、紫も強いけん？紫。あ、傷直しです。そう、紫もね、ボットが投げてきたあのクソグレで、丸グレの破片、そう破片で絶対あの怪我すんじゃん。2箇所ぐらい怪我すんじゃん、あの破片で絶対する、うん、うん、あれをね守ってくれるのもめっちゃいいよ。よし、一応自分は準備完了かな。本当、よし。バイクヘルムも結構削れた今の戦い。シールド捨てたもんね俺、シールドぶっ壊れたけん。けどシールド結構守ってくれるけん本当に。マジでシールド大事っすね。うん、シールドめっちゃいいよ本当。うまくいけばあと3、よし頑張ろう。AED 的なやつ、リグに入れてたら一番やっぱいいんだよな。大佐、うん、大佐の配信見たけど、自分の声って結構キモいですね。聞こえる？聞こえる。うん、あの3枚抜きのところを見てたら、めっちゃ声近かった。自分の想像してた声と。そんなもんすよ。うん。
うい、行こうか。おお、次の説が念願のノースリッチだ。うん。これもう、あ、ちょっとどっちもやばいぞ、これ。とりあえず戻った方がいい。こっち、こっち、こっち。こっち、こっち。こっちでこの前の戦い方しよう。あー、了解。あそこ、開け取って、開け取って、開け取って。中入ります。うん。下おる。シャッター側来ます。いや、戻ってった。シャッター側にも来るからね。そっちからも来るけど、下もおる。あ、レーザー見えました。多分下います。信長、一旦そっち側3枚折っていい。入ってきた、入ってきた、入ってきた、入ってきた。任せた。いけるいける。あ、どうなった？勝ったか負けたか言って。いやバイク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 インド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 奥奥インド奥インド誰がどうなって死んだ僕が、ガラス越しに1枚やられましたで1枚やりました奥インドね奥インドね奥バイクバイクバイクちょっと無理ちょっと無理やったやったまだおるでインドやったインドやった まだおるけん気をつけろちょっと待って今1、2信長がはい俺今2枚やってますよ OK ちょっと待って今俺ちょっとスマホ触らないか今どこでカチッと落としたあバイクヘルメット俺ぐちゃぐちゃにしたかもしれんいや持って帰れば同じ金額は一緒やけんただ問題は まだおるよ多分ノイズあったまだいるであともう1チームおるけんもう1チーム下のチームがおるもんねこれ見とけるシャッターの方いやもう2人死んでるそう、2人死んだって俺も裏側見てるよ今あれ時矢くん死んだそう、2人とも死んでる
インドにやられた。うん、自分もバイクにやられたわ。バイク大丈夫？大丈夫です。俺の真下スニーキング。それさ、右腕だから直した方がいいかな。直したいけど、大丈夫かな。したら、ま、窓側から左見てるじゃないかな。そしたら中に。ボットっぽいな。下がいた。ちょっと手術します。1枚取った。ナイス。まだいるかも。真下真下スニークしてる。トーレス側の真下まで来てる。了解。あ、いた。こっち向く。向く。クソだ。僕は分からん。仲間の物資回収したか。マスタースニークしてますね。強烈の真下ね。了解。通常だからバイクはいるよね。いるよね。俺らバイクだしね。そうだね。向こうもバイクバイクって言うよ。そうそう、もう人のこと言えない。そう、人のこと言えない。そうなんだよな。あれ、下に行ったやつは多分やったのかな。やってない？入ってきそう。やったのは一人やりましたけど、モンチッチの方、モンチッチの方で。オッケー、一発リロード完了。これ何の準備も。どうした、ライブ？こちらもないです。俺何の準備もできてなかったらしい。鎮痛があと1本しかない。あ、自分の方ありますね。バッグの中めっちゃ入ってますよ。よかった。まだプレイヤーは確認。なんか女キャラクター来るかも。スニークしてる？誰か。してない。スニークしてるって結構近いです。本当に真下だ。いや、真下おるんやろ。このハーハー言うのは自己創生かな。この真下でハーハー言うよね、多分。それは俺です。オッケー。敵ですね。ワンちゃんやりきれてなくて、なんか蘇生されたとかないですか。インドは死んでる。インドはトレさんがやった。俺の真下でハーハー言ってる。で、総合事務所には敵が2枚以上。そこでも動いた敵。そこでもそのドアが、俺が見てる方向が開いた。はい。仲間の装備を回収して中に入った。そしてまた開いた。
中入りやがった。まあでこの銃声の音リアルで聞こえんな。何このジャンプ移動。後ろ。それですか。鎮痛持ってきた。鎮痛持ってきた。ナイスありがとう。ナイスありがとう。マジありがたい。真下おる。カツカツ聞こえる。耳だろ。このでもここの部屋俺嫌なんすよね。グレ投げられるんで。そうだけどそこね、うまいやつが1枚おるが多分1枚ダッシュで引く感じで。ちょっと投げ物が欲しい。どうぞ。そんな持ってきてないです。あれ投げ物ないんだ。いや、あれ僕とかなかったっすか。あー、マルグレね。そうなんす、間違ってパイナップルじゃなくて マルグレ持ってきちゃって。マルグレも強いよ、ちゃんと遮蔽物らとかもちゃんと届くから。スニーキングの音する。いやベクターがおるな。やだなあれ。また周知ベクターさんですか。めっちゃスニーキングロードする。鎮痛飲んだな。下。下の構造が分からんのよな。扉開けました。これさま真下にね、扉がね、2つあるんだよ確か。1つだっけな。敵が多分動いてるな。新しいボットが置いたね。で、どちらにしろシャッター側はもう開きっぱだから。下おるね。下いるわ。待ちます。うん、止まった。上がってこいよ。ほら、くぐれきた。こいつは仲間じゃない。うん、下でやり合ってますね。うん、あ、そこにおる。真下おるな。死にかけにですね。倒れかけに。ここも危ないな。まあいいや。欲張るのやめよう。あ、いや、ボット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 。あれ、ボットだよね。ボットです、ボットです。頑張れ、ボット。俺じゃない。下のやつあれ。俺じゃないって。そうそうそう、俺じゃないよ。下のやつあれ。ボットを操る。強いなぁ。そう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 。ボット使いが現れた。これがあれです。俺じゃないって。俺じゃないって。多分今、ここに来た。多分敵今ここにおる。もう許さん。こいつ下ボットじゃね？
え、ボートじゃない。積み金来てる。レーター、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 来た来た来た。やりゃ、レーター。上がってきます、上がってきます。上がってきますよ。来た来た、上がってきた、上がってきた。お、マジ？え？いや、俺ライトに向かって撃ったけど。マジかよ。ライト強いけど、あれやろ。なんで？ライトに向かって撃ったんだけど、マジ全然ダメだね。どのゲームもライト強いな。うん、やっぱライトは強いよ。根本的に強い。うん。すべてくるときは本当に強いから。で、俺はそもそも当てたのかって話。あ、一応当てはしたらしいけど、まあ、致死量に、まあ BS 弾とかじゃないからな。まあ仕方ない。俺らが最初にファイトしてた人は下でやられましたね。はい。ご神器さんが俺たちが駆られたって感じ。うん。玉られた。ふう。まあまあ致し方ないね。ちょっと準備に時間かかります。どの防具着ていこうかな。まあ、やっぱ AVS だろうな、どう考えても。いやー負けたで。玉よけしてましたね。ん？玉よけ、ちゃんと玉よけ。ラスト1、2回かな、うまくいったの。そうね、ラスト1、2回やな。2回になるっていうことはもう1回しんどんな。そっか、35分。 あけど、いや、あの12時までに入ればいいけん2回はいけるか。
もぶる。これなんかグローザドットはちょっともしかしたらやめた方がいいかもしれない。ドット？うん。もう完全にロングが見れんくなるけん、あのせめて3倍 3.5 のレッドドットか4の 3.5 のレッドドットか。これかな。うんうん、その方がいい。生きて帰れてないやつもおると思っちゃうね。生きとおるか、生きとかみんな。俺らは生きて帰ってる回数が多いからいいけど、このバリキュールカップのために生きて帰れんが7回ぐらい続いたチームはまあまあダメージ受けるからね。そこダメージがやばいですね。ああ、でやっぱ 4ベースとかになっていくよね。でそうなるとこっちにとってまたすごいカモになるんだよね。うん、そんなグレが痛いな。まあ、ボット最強マップやけん。個数を決めてほしいですよね。無限でしょ、あれ。ずっと。うん。たまも無限欲しい。時矢くん大丈夫？もうちょっとだけ待ってください。オッケー。たまをリロードしてるボットって可愛いよ。ちょっと押すってあの近くにいるんですね。押す先に2枚しないでください。どれがボスって分からんかったんですか。ボスはあの中央におるよ。ブルルラッキーバグダンまだいるっすけど、この殴れ痛すぎる。ここか。はい。ます。うん。
通大丈夫ですか。うん。いやー、やばい。これはやばい。あ、もくもち持ってくるな。よし。うわ、最悪。え、もう二の前二の前。え、いや、もうこっちやろ。もうちょっと、もうこれこの前のこの前の感じでもう戦うしかない。俺わざとこっち行っとくけど、もう無理せんめ。はい、無理無理。それこそ昨日の登れるかな今やったら。いやーきついっすよ。行ってみます。あ、今やったら登れるっちゃね。195、2枚。かボットやろ。多分ボット。行きますよ自分は。行け、全然行きますよ自分。それしかね。え、それしかね。できます。出てきます。取るしかね。で、レッドフィールド方面行こう。プレイヤー取った。全部オクターブ。オッケー。とりあえず右側に行こうね。あ、とりあえずそっちキープしてじゃあ。全部トキヤ君頭下げた方がいい。それ死ぬ。はい、こっち入った方がいいよ。もうトキヤ君自体は。はい、入ります。うん、信長図書館のとこいますわ。オッケー。じゃあ、ケイチいます。信長、こっちのドアを取る。行けます。クソが。名前が閉めれる？俺の真後ろの階段？はい、俺の真後ろの階段見てほしい。そこは、はい、真後ろの階段はとりあえず時矢くんいつもその部屋にいるでしょ。音を聞いて。はい、どうしようかな。ちょっと待って、通れず。あ、待って。あ、大丈夫。信長さ、こっちも戻ってきて。ちょっとどこ？そこ閉めれる？スパって気をつけろ、閉めるときマジ気をつけろ。よしよし、オッケー。で、そっち側、うん、そっちキープで貼っとってくれればいい。俺もう後ろのボスのグレーですげえダメージ受けた。またうっぜ、これはやばい。フラッシュグレネードめっちゃ食らう。赤ピン側見ときますよ俺は。うん、そこほんと気をつけてね、抜かれんように。はい、3.5 おすすめっすよ。30。なるほど。持ってきたんか。T7 より絶対こっちの方がいい。赤く見えるしね。165のところも持ってきた。
え？なんかやばいスナイパーの音聞こえたんだけど。くっそ、フラッシュ爆弾でマジ見えんくなる。やばい。マジフラッシュ爆弾撃て。うわっ、え、なんかグレネードで死んだ。え、なんかやばいグレネード投げてくる、新型のカチ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 いうグレネード。あ、ピピピピピピっていうやつも投げてきますよ。それで死んだよ俺。マジ死んだよ。え、本当だ。びっくりした。お前か、タグになっとる。待って、これどうしよう。大佐の装備つけます。うん、俺の装備つけて、結局その階段のとこチェックせないかんやん。うん、けどさ、ここにおってあのボスグレーで死んだけんね、俺。なんか変なさ、新しいボスしか投げんグレネードよ多分。うん、それって非売品？だと思う。最強？爆弾だろうね多分。だってあのトゥクトゥクのくっつく、くっつくね。うん、けど俺あれだぜ、フル回復した状態の。どういうことよ、めっちゃやば。芝居た方がいいっすね、最初にっす。芝居た方がいいね。今ここの場所がなんか安全じゃなくなってきましたね。いや、それはやっぱボスがいるとね。もともと安全ではないよここは。一番あの安全はマネディレクターあたりじゃない。そうそうそう、安全じゃないよ、うん、ディレクターが一番安全な気がする。中入っておけばね。うん。ちょっと。大丈夫、とりあえずそっち見らんで大丈夫。ほんと、ほんと南側だけ見とった方がいい。けど、頭出すとね、一個出しで死ぬんよね。で、右側から撃たれる。そっちそっち、そっちの方。そこら辺から大体撃たれて死ぬ。こっちは気にせんでいいですか？ね、いや気にせないかん、そっち、うん、そっち気にせないかん。ここめっちゃ怖いんですよ。そっちからも来る。だけどそこ弱いんよね。でどうせやったらその土のうのところの方が比較的安全。ただ土のうに行くと、その土のうに行くと、うん、そこ比較的安全なんやけど、右側のラインが見えんくなるよ全部。うん。でもここよりマシやな。そう、そこ死ぬ確率高い、めちゃくちゃ。どのとこまで行きますね。うん、あ、ここはいいね。遮蔽物がいっぱいあるわ。その土の裏ね、裏の方がいい、裏。ジャンプしていっていいよ。今急いでた方がいい。今日グレネード以外は大丈夫。あ、しかも結構広いけん。そうそうそう。トキヤ君、今そこの部屋全部漁っていいよ。何も見れないですね。まさか大佐が死ぬと思わなかった。グレネード、いや、だ粘着爆弾がさ飛んできたん、ね、でなんやか、まあ大丈夫やろうと思ったらいきなりどんな直撃受けとんじゃん、マジで。あれかな、人にくっついたら即死とかかもね。けどくっつけられたんかな。
それすらよくわからん感じ。右下いそう。信長の右下にいそうな気がする。右下、信長の右下に、下の階にいそうな気がする。ちょっと扉閉めます。あ、左下かな。あ、ドアがいた。でも左下おるよ、信長。やばい。どのってどこに溶けんすか。あ、ぶん投げてき始めた。階段これこれこれ、気をつけろ。逃げろ逃げろ逃げろ。そのグレードやばい。やば、そのグレネードやば、ガチエグい、強すぎるそれは。やっば、大丈夫ですか。ギリ扉開けただっか。開けてない。開いてよね、今下におるな。投げるわ。うん、やば、うん、トプレイヤー走ってくる。右真下におるな。貫通グレネード？投げてきそう？いや投げてこん。今2枚おる。信長向こうに行くまで待っていい。向こうに行くまで待っていい。階段どこにあるんだ？ここから上がってくる。なんだよ。おっとかよ、気持ち悪い。意味わからん。それではあのボスのグレードやばいな。あれやばい、強すぎる。 あいつ定期的に投げてくるぞ多分。なんか向こう見ようかな。いやマジグレネードやばいよこれ。どっかドア開いた。ん？飛んできてる飛んできてる。何それ。飛んできた飛んできた。やばいやばいやばい、やばい、すぎやべ。大丈夫そう。あー飛んできた飛んできた。ちょっとそのボスやるやる。ももうやらんと終わらんすよ。いやけどやられるよね、火力強すぎてね。やりましょうか。グレで追い返す一回。うん、あ来た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 。大丈夫大丈夫。グレで追い返すわこれ。うん、はい。これ俺のグレーだよ。でこっちに物資置いとくわ。うん、そうやな、その方がいいな。マジでやばい、本当に。ちょっと気をつけてよ、2階な。うん、音を取った。やれやれ。いやえ死んでないぞ、信長死んでない。いつはぁ、なんで死んでないのあれ。やれやれ。よし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 。あいつのグレネードじゃないの。あいつじゃないのかな。あれボス、ボス3人いるんでね。硬くね。
あのボス石頭すぎるやろ。いい絵取れたわ。硬すぎない？さすがに。戦った。オートエイム。このボス、ボスチートとしてちょっと通過しましょう。やばすぎ。そのグレード。ミド中なかった？ミド中。もうミド中打ちながらやるしかないんじゃね？ミド中が切れるまで。あいつやるしかね。もう。え、飛んできた。どこ？やば、飛んできる、飛んできる、どっかに。なんか回復してる。鎮痛切れた。ちょ、ほんとやばい、これ。こいつらチーターやな、ほんと。この姿見えてないのに打ってきますからね。この中央に俺やったらチーターや。早めに毒ガス巻いた方が勝ちなんすかね。これ絶対投げてくる。そう、これずっと投げてくるんよ。俺が殴られた。危ない、やばい、やばい。よ、大丈夫に、もうそこ行きたくない。やろう、あいつをファイトしてやろう。やばすぎるこいつら、ガチでえぐい。これ多分ボスが3体湧いてるんじゃないの。3体もうプレイヤーよりこいつらの方が強くね。確かにそうっすね。おなほすくん、そう、やべえ、俺も撃たれた。女が飛んできた。信長が倒されたバーナードってことだね。あ、ボスが3体湧いてるかもね。誰が、誰がどう撃たれてる。今トーレスが戦ってるじゃね、信長。今トーレスが戦ってる間に後ろから撃てる。やばいってこれ。これ死ぬわこれ。いや、うん、そっちから見とくから、そっちでやってくれ。そうそうそう、それしかない。トレさんが走ってるんですね。今だ、今だ、信長トワレスが戦ってるけん相手は排除しよう、もう無理だ。多分やったかな。ナイスナイス、あと2枚。うん、もうやったかも。あいつじゃね、あいつや。ナイス、よっしゃー。待て、俺が死んだ。え、なんだなんだなんだ、ちょっと待って待って。あ、上がってきてる。上がってきて、あ、拡散。真ん中の階段、真ん中の階段、はい、真ん中の階段、はい。トキヤ君、トーレスが死んだ場所をまずマップでチェック。はい。そしてそこにいるから、今多分トーレスを漁ってる。ゆっくりドア開けて、で、しっかり見て、多分寝っ転がってるはず。トーレスはそこにいるんだよね。あ、いるいる。立て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 、トキヤ君立て。はい、立った。撃て。信長、今とりあえずトキヤ君が、あー、2発、当てろ当てろ、あー、飛び降りた、あー、くそ、いけ、やった、いけ、あー、くそ、この奥や、トキヤ君降りろ、飛び降りた方がいい、ジャンプはやばい。
ジャンプしたよ。倍率レッドドット。はい。OK。トキヤ君、違う。信長についていって、多分その入った部屋の右側におると思う。多分そこにおる。その右の、はい、右のどっか。どっかにおる。よし。よし、OK。よし、それでトーレスの装備は回収できた。え、なんかもう一枚いるか。俺の持って帰れるわけねえだろ。もう一枚いる、もう一枚いる、もう一枚いる。そっち見てても、そうそう、見る方はそっちの広い方の見といてほしい。そしたら俺が画面見れるけん。食べ物食べれる。あの、階段、特に俺、右、右15度ずつ、そう。そこ階段あるけんね。まだね。あ、よし。大丈夫。多分ボット。もうこれ実力で変えろ。はい。あっちの方から、荷上げの方から。信長さんついていきます。うん。右、もう右でいい。はぐれる。この木が切れる前に。いいよ、もうまっすぐでいい、まっすぐでいい。まっすぐで左。まだ鎮痛飲んだらいいよ。まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。左。鎮痛と俺ら青で、そこら辺でスニーク。よし、車線を切る。時間。よし、OK。よし、OK。でそこで鎮痛飲みます。その後水飲みます。自分で食らっとるかな。その後マックス部アルパカ束ない。ない。ノブさんとこ大丈夫。信長が上から来て、あのボタンを押してくれる。さあ、ボスの装備。いやもうそんなこと言ってられんな。あの売れだけやめてほしい、本当。いや本当にやめてほしい。俺がまさかの、あの無限グレっていうのがダメ、うん、たま、あの数を設定してほしい。ナイス。いや俺がまで謎グレ判定で死んだのが、多分木の板にくっついてたと思ったけど貫通してきたよ。え、こっちだっけ。あ、違う気がする。うん、トキヤ君。はい、迷った。違う、こっちじゃん。あ、トキヤ君こっち来て。あ、俺が、はい、俺が案内する。トキヤ君そこじゃない。そっちそっち。いいよ、走っていい、走っていい。右右右右で右で、そこのそこ開けて入る、開けて入って閉めるで走る。ねえ、プレイヤーいたね。どこに？奥、あの奥です。165。おお、マジか。オッケー。とりあえず信長のところに行って。はい、ジャンプ移動。多分俺のスニーキングすべてが入ってるかもしれない。バイクヘルメット。No. No. え、敵の死体に信長あったってことか。そうですね、敵バイクでしたもんね。いや、あのバイクは多分トーレスのバイク。とりあえず弾。
いや、大丈夫。大丈夫、大丈夫。いや、下にどっかにいる敵が。自分は喋れんくなった。うん、多分喋れんくなった、急に。これさんのは、持ってきてない。これさん、銃だけでいいよ。うん。ちょっと、行ってきます。いや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 。いかんでいかんでいい。もう、ちょっと。時間と距離が厳しい。とりあえずが、その最強の F2000 だけでいい。なんか持てるもの持ったら、その中。はい。なんかないか見ます。あ、大丈夫。とりあえずそこ危ない。後ろ危ない。あの、向こうは、あの、赤外線で見てるから。あの、2枚。山中の方、見てるよ。3枚。見てるね。残り9分。トキヤ君、このバッグのやつもう全部入れた？もう入らない？あと Follow me。 うん、はい、行こう。帰ろう。やべえ、鎮痛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 決めとるぜ。入ろう、右扉。はい、いや違う、そっちじゃない、そっちじゃない、死ぬ死ぬ。今のでも2回死んだけん。入って、信長より先に入った方がいい。入ったらあの、いつも上から見て、下下時矢君下でいい。はい、くぐる。まずまっすぐ行って、1階の扉が開いてないか確認しに行け。そこ左ね、左もパッと見て。よし、あれ閉めに行け、あれ閉めに行け、閉めに行け。はい、閉めろ閉めろ。よし、帰れる帰れる。時矢君1階ドアチェック。はい、信長2階。キルカメラ見てみるわ。こいつがヤバいグレネード投げた。スペシャルデリバリー。配信うまくはどんなグレード。やば。死んだ。オートエイムっていうか、もうやばいやろ。オートグレネードや。やば。ボス2人倒してる。あ、マジっすか。あ、俺もなんかボス倒してるわ。ハートさん。C4 粘着爆弾。C4 の粘着爆弾が俺の胸にくっついたらしい。疑問符？死んだ。ダメージ129くらって死んだ。やっぱ W。 どうします？ワン、あとワンレイでいきます？あとワンレイでいきましょう。びっくりした。ありがとう、こんな持ってきてくれて。
やな。覚悟で倒した方がいいんですかね。そうね。一人が一人のヘイトかって一人が狩るって感じが一番いい。うん。後ろからとかでね。全員こっち向くんで、うん、あいつら。うん。飛車厳しいもんね。あまりいや一人ワンブイフォーの取り巻きとボスのあの大体今エグいからですね。うん。死ぬもんねマジ。一瞬でボロスを基礎感って一瞬で死ぬ。え、防具こんなにダメージ食らってないのに、なんかあれ多分謎の死やん、あれマジで。さっきの俺の、当たり判定バグよあれ。米汁しんじめです。うん、謎に持ってかれた経験値。ラストゲームね。ラストレイド。信長ナイス。ありがとう。げ、マイク使えなかった。いや本当にあれきついわ。マジでやべえ、マジであれはやば。俺マジ死んだ、びっくりした。あの C4 欲しいな、ちょっと。うん、あれ謎がやばいね。あれ転がんないからちゃんと正確にやったら多分相手吹き飛ばせるってでしょ。うん、うん、やっぱお弁当箱は最高最高ってことか。うん、うん、お弁当箱、お弁当箱 C4 は COD でお弁当箱なんですよ。はえー、四角いやつだから。なんか腐った豆腐とかなんかなってきそうだな。確かに、うん、あれ使おうかな、ちょっと当たるのかわかんないけど。さっき何使ってたっけ。グローザー。グローザー当たらなかった。グローザー当たった。いや、当たったっていうかスカーブには多分当たったけど。うんうん、って感じ。なるほどね。いや、あれはほんといじめだわ。シールド、シール、あの、ほんと死んだけね。マジびっくりするよね。死ぬんじゃなくて死にましたからね。死んだ。びっくりした。もう持ってかれたんす、ね、うん。なんかシーズン4荒れそうだな、なんか。なんで？いや、もう C4 の祭りな気がする。普通に。案外良くないんじゃないの？あれボスのやつだからじゃないの？あ、ボスのやつだからか。うん。思ったよね。よし、行こうぜ、最後。はい。最後行きますか。やっぱこれぐらい難しいからなかなかみんな生きて帰ってきてないんじゃないの？本当に。両チームも。そうなんじゃないの本当に、うん、だってこのゲーム欲張ったら死ぬからね、あのマップは。
よ、本当に。欲張ってないから死んでないけど、まあ成功もしてないけどな。けどやっぱ死なないじゃないと続けられないもん。まあ一番は楽しむことっすね。うん、ありがとう、持って帰ってきてくれて、本当。お二人が持って帰ってきてくれてるから。うん、月の脇場によるよな。一発ディレクターの下に湧いて、ディレクターの素脇があって2個ぐらい赤品出て、籠城の帰宅でパーフェクトゲームしたよな。素脇と赤品が出て、でワンパ来て、ワンパ潰して安全に帰る。さっきトーレスやって隠れたやつって、あれ見たことない人やった？ああ全く知らない、うん、知らない人だった。これ結構マジ頑張る気合いないと、まあ、J1C はどうなってるんだろうね。ダムダムうち、ん、全部のボスはもう出てるのかな、これルノワールとかは。いやーマジ粘着シーフォーあれ欲しいな。労働が焼きに入る。初めてあんなん使われたわ、グレネード今日知ったわ。死んだからね俺。死んだんだぜ、わかる？死んだんだぜ、即死。張り付いて6層でも意味ないのか。うわパイナップルよりやばいんじゃないこれ。だって心臓のところに張り付いてましたみたいになってたよ。多分実際板だと思うんだけどな。お、来た、行くぞ。うわ暗室開けます。上行くぞ、上。はい。行くぞ。大丈夫これ。やばい結構。あ、けど大丈夫。あ、けどもういるかも図書館。ちょっと木投げとけ。はい。入ってくる。カバーしちゃって。はい。素脇なし。はい。よし、時矢君停止頼む。はい、入ります。どこに？目の前いますよ。敵が？扉。え、もう扉いる？はい、紫のレーザー見えました。え、今のレーザーって信長かなんかじゃないの？そうだよ。信長だよね、多分。あ、そっちね。ふう、よかった。今さっき金庫から出てきた。あれ鍵開けてないんですか？開けましょうかこれ。え、俺鍵持ってない。開ける、うん。開けますよ。あ、開けます。よろしくお願いします。
マジ赤ひん引けよ。赤ひんカモン。赤ひん引け。赤ひんカモン。さっきの金属カーン。そんな確率低い？マジ引かんな。来たぜ。扉開けました誰か。開けてない。開けてない。あ、いや。金庫かなんか開こうとか。信長こっち来るわ。なんか来たよ。下から来た。スニークで行こうそっち。あ、来た来た、もう来た。さ、4枚来た。もう近い？もう近い。来る。ライト強え。ごめん、俺とトーレス死んだ。俺も死んだ。来てよ。来た瞬間行こう。まだ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 。来た、行こう。ナイス。かくかくかく入れよう、かくかく入れよう。撃て、撃ち続けろ。ナイス、かく入った。かく入ったか。かくは入った、かくは入った。ナイス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 。そうです、あそこはね、飛び立たん方がいいじゃん。中に入れてから戦うというか、中に入れてから。一枚はやってるけどね。416のククゴだわ。相手もバイクでしたね。相手もバイクやった。いやー、あのシールドの弱点じゃないけど、やっぱライトが強いね。ライトが見えない。多分ね、ライトの切り替えのボタン多分すごい近くに入れてんじゃねえかな。なんかすごい目の前に来た瞬間光りました。そう、光る光る。さて、総括でいいですかね。そうね、準備しときます。まあ、とりあえず出せるやつはもう一個決まったかな。かな。まあまあいっか、もうとりあえず今日はこれをしとくか。ね。了解です。ということで、ワルキューレカップ第3節、後半の部。まあ、後半と前半どっちがいいのが出たかっていうのはちょっとまた確認して、大会準備局に提出したいと思います。さあ、それでは配信の方終了します。お疲れー。